シュザンヌ・マネ、旧姓シュザンヌ・レーンホフは、フランスの画家エドワール・マネの妻。シュザンヌ・レーンホフは、1849年頃、ピアノ教師として、マヌケに呼ばれ、エドワール・マネの弟ジェーヌ・マネと、ギュスターブ・マネに、ピアノのレッスンをしており、エドワールとも知り合った。当時、シュザンヌは21歳、エドワールは19歳であった。二人は、交際を始め、1952年、 シュザンヌは死生児、レオン・コエラ・レーンホフを生んだ。レオンはエドゥアール・マネの子である可能性が大きいと考えられている。シュザンヌはマネの驚く妊婦のモデルとなっている。結婚に反対していたマネの父が亡くなって1年後の1863年10月、マネとシュザンヌは結婚した。マネの友人シャルル・ボード・レールは彼の奥さんは美人でとても気立てが良く、 優れた芸術家だそうです。一人の女性の中にこれほど多くの宝が隠されているとはすごいことではないですか。と書いている。また、シュザンルをよく知るマネの友人ジュゼッペデニッティスは、マネプ人は非常に独特の雰囲気を持っていた。善良で気取りがなく純真なところが魅力的だった。物事に動じない穏やかさがあり、ちょっとした言葉の中に、 手に負えない子供のような夫に対する深い愛情が感じられた。と書いている。ドガ、マネとマネプ人1868から69年頃油彩、キャンバス65、65×71 センチメートル。北九州市立美術館。マネの友人エドガードガは1868年から69年頃 真似とピアノを弾くシュザンヌの二人を描いた作品を真似に送ったが、真似は絵画に描かれた妻の顔の部分から縦に切断してしまった。妻の顔が気に入らなかったとも、夫婦に親密さが欠けていたためとも言われる。心理観察を得意とするドガは、夫婦間に漂う親密さとは異なる空気を鋭く捉えて描いたらしい。ドガは絵の参上を真似の家で目にして激怒し、 書き直すためにキャンバスを右側に継ぎ足したが、結局描かれないまま終わった。1870年7月、不仏戦争が勃発すると、マネはプロイセン軍のパリ侵攻に備えて、家族をピレネー山脈のオロロンサントマリーに疎開させた。パリに留まったマネは、シュザンヌにパリの惨状を伝えつつ、愛しいシュザンヌ、僕は長い時間をかけて、君の写真を探した。 ようやく客間のテーブルの引き出しの中にアルバムを見つけて、君の愛しい顔を見ることができるようになった。今夜、僕は、君の声に呼ばれたと思って、目が覚めた。パリに残っている人間は、非常に少なくなった。と書いた手紙を送っている。真似は、夫婦戦争後の、第三共和制の時代もサロンドパリへの出展を、続けたが、1880年頃から、 左足の餌に苦しみ、1883年、亡くなった。その当時、マネへの評価は高まっていたとはいえ、画壇の中では批判的な見方も多かった。シュザンヌは、1888年末頃、お金に困り、オランピアをアメリカ人に売却しようとした。マネの代表作の国外流出を憂えたクロードモネが、募金活動を行い、オランピアを買い取った上で、 リュクサンブルール美術館に寄贈した。ありがとうございます。